さて、時刻は8時43分終わりました。2020FIA F4 ジャパニーズチャンピオンシップラウンド9、この後決勝レースが行われてまいります。実況私レースアナウンサー木畑健二が担当させていただきます。非常にいいお天気に包まれたこのツイニングモテギ秋晴れの中、朝まずはオープニングレースは FIF4 ジャパニーズチャンピオンシップの第9戦目ということになります。今シーズンは変則的にですね、先月の10月の3日4日に開幕ラウンド富士スピードウェイにおいて今シーズンがスタートということになりました。で、まあ、本来ならば1大会2レース制のところがですね、今回今シーズンは1大会3レース制ということになりまして、10月の3日4日富士スピードウェイ、10月の24、25鈴鹿サーキット3レースずつ行われまして、今回のラウンド3はツインリンクモテギ3レースということになります。まあ、非常に若いドライバーがしのぎを削る育成カテゴリーです。マシンは2リッター直4の160馬力のマシン、シャシーイコールタイヤはダンロップの1メイクというところで、まさにドライバーの技量によって争われるそういったカテゴリーです。2015年からこの FIF4 はこのスーパー GT の閉鎖としてスタートしまして、ですから今シーズンがすでに6シーズン目ということになります。2015年からスタートしたこの FIF4、 初年度の2015年はあの坪井翔選手が牧野忠介選手との大バトルの末チャンピオン、2016、17年は2年連続、まあ、今シーズンは500クラスのウエスポーツで活躍中の宮田理智選手、そして2018年なんといってもこの人角田裕毅選手チャンピオンを取りまして、つい先日はあの F1 のアルファタオリのマシンをテストドライブされましたよね。 F2 で大活躍中、そして来シーズンは F1 に乗ることができるんじゃないかというような、そういったドライバーです。まあ、ですからつい2年前はこのチンリンクモテギでチャンピオンを決めた角田が、時を超えて2年後に F1 のマシン乗るというね、非常に夢がある、まあ、カテゴリーと思っていただきたいと思います。昨シーズンは佐藤蓮選手が終盤怒涛の初連勝を飾ってのチャンピオンを決め、今シーズンはフランスの F4 で活躍中というところで、国内外含めて活躍の場を作っていくのはこの FIF4 というカテゴリーになります。まあ、昨シーズンチャンピオンを取った佐藤蓮選手は海外フランスへ、ランキング2位の三宅敦史選手、ランキング3位の川合浩太選手はご存知の通り今シーズンは GT300 にスイッチ、なんといっても埼玉トヨペットの川合浩太選手が昨年はランキング3位でしたけれども、開幕戦いきなりの初デビューウィン、いやー痺れましたよね。まあ、今シーズン大活躍中、そして三宅敦史選手も鷹の子の湯の RCF を乗りまして見事にですね活躍、まあ、今日は私300クラスは2番手クリックからのスタートだと思いますけれども、まあ、そういった活躍の場を見せていくこの FIF4 の卒業生だしというところになります。さあ、そして今シーズンはどうかというところなんですけれども、まあ、先月の開幕からファンの方はもうすでにご存知だと思いますが、まあ、ですから昨年のランキング上位3人が卒業して新たなシーズンということになりました。まあ、10月の3日4日に開幕ラウンド富士スピードウェイで行われましたけれども、まあ、ポルションを取りましたのは2018年のこのチーニングモテギのスーパーフィジアのチャンピオン、そして今シーズンは新たなチームにスイッチをした陣聖也選手がポールを取ったんですが、優勝を飾ったのは参戦5シーズン目にして見事に初優勝を飾った平木礼二選手でしたね。まあ、今シーズンは兄の雄也さんと兄弟でヘルムモータースポーツという新しいチームを立ち上げて、そして開幕ラウンド1戦初戦にして見事に優勝を飾りました。まあ、兄雄也さんといえば今シーズンは300クラスのマッハ号のドライバーとして活躍もしているわけですけど、まあ、昨年長年のそのモータースポーツに一石を投じ、そしてさまざまな活躍、そして素晴らしいドライバーを輩出したこのモテギの町にありましたルボーセモータースポーツが中心部を打ったわけですけど、まあ、そのルボーセの意思を受け継ぐこの平木ブラザーズ、ゼッケンナンバーもこの平木礼二、2016年にこの FIF4 に参戦を始めたんですが、その初年度そして2017年と2年連続で所属したチームがルボーセだったんですね。
ロボー製モータースポーツ の, そのエースナンバーで62のゼッケンを受け継いで開幕ラウンドは初優勝。今シーズンは昨日まで第8戦を終えてランキング2位です。そしてラウンド2以降は怒涛の快進撃、 TGRTC の平響選手が連続優勝を今伸ばしておりまして、昨日茂木で2つレースありましたが、そこも勝ちまして現在7連勝中。第2戦から連続で優勝を飾っているのがこの平響選手なんですね。トヨタガズーレーシングドライバーチャレンジレーシングスクール、このチームからエントリー、今ビジョンにも映っているこの平響選手、見事にですねランキングリーダーとしてこの茂木に帰ってきたということになります。まあ、帰ってきたというのは昨年からこの FIF をデビューしまして2シーズン目ということになります。まあ、昨シーズンは初年度でしたけれども結果が出ずにランキングは7位に終わったわけですが、まあ、その第2戦で優勝、初表彰台が初優勝ということになりまして怒涛の快進撃ということになりました。沖縄県出身のドライバーです。20歳のドライバー、愛知東邦大の大学生ということで、愛知からですね全国の各地のサーキットに転戦をする、そんな今シーズンになっています。まあ、ですから今言ったように今シーズンのヒーロー立役者は今言った平響、そしてそのルボースの意思を受け継ぐ平木玲二、この2人ということになりますね。まあ、この2人の戦いは昨日の2レースもそうでした。そして、まあ、昨日第7戦第8戦と2レースあったんですけども、まあ、昨日の、まあ、結果を振り返ると平響がポール・トゥ・ウィンを2度決めたということです。そしてその横の平木玲二は昨日のレース1である第7戦が2位、そして昨日のレース2第8戦は結果的に4番でフィニッシュだったんですけども、3位に入った陣聖也選手が危険行為のペナルティーということで40秒加算でポジションを落とし、結果的に正式リザルトは平木玲二が3位という記録になりました。まあ、今回3大会目の茂木、今回も3レース制ということなんですが、このグリッドを決める、まあ、今回今これから行われるのは茂木の3レース目、そしてラウンド9なんですけども、このグリッド今各マシンについていますが、このグリッド順というのは昨日のレース1いわゆる第7戦の決勝レース中のベストラップ順なんですね。で、まあ、昨日の予選ありまして、予選の中のファーストベストが昨日のレース1のグリッド、レース2のグリッドは昨日の予選のセカンドベストでグリッドが決まり、で今言ったようにこのレース3であるラウンド9は昨日の午前中行われましたレース1第7戦のベストラップ順ということになるんですが、フロントローは昨日から全く変わっておりません。昨日のレース1レース2そして今回のレース3含めてこの平平木この2人がグリッドに立つということになりました。フロントローに立つということになりました。まあ、結果的には平がホールショットを奪って2レースともレースを制する形になりました。昨日の2レーススタートはですね、まあ、平に軍配が上がり、平木はちょっと出足悪くですね、昨日のレース2は、まあ、終わってみれば4番でチェッカーという形になってしまいました。まあ、昨日話を聞きましたが、2だることは3だることはないようにレース3はスタートを決めたいという話をしています。まあ、このヘルムモータースポーツ茨城を拠点、もちろんこの茂木はホームコースです。地元のファンも応援に駆けつけていく中で、果たしてその地元の声援を一身に受けてこの茂木で初優勝になるかどうか注目してください。そして一足先にお話をしておくと、条件によっては今日平響選手のチャンピオンが決まる可能性もあります。まあ、簡単に言いますと、平選手が優勝して平木が今ちょうどポイントスタンディングも出てますけども、平木が6位以下でチャンピオンが決まる、また平木が平が2位だった場合でも平木が10位以下でチャンピオン決定ということになるんですね。
平は 177.5 ポイント、開きは 119.5 ポイント、その差は58点差。このレース3ラウンド9を終えて75点の差が広がれば平響のチャンピオンが決定ということになります。もちろんそれは開き分かっているはず、阻止したいはず、その戦い注目していきましょう。さあ今シーズン新たなヒーローが生まれている FI4 ジャパニーズチャンピオンシップ、この後まもなくいよいよ決勝レースということになります。そして、このオーバーオールの争いは平開きなんですが、インディペンデントカップ昨年からスタートしたそのジェントルマンドライバーが活躍をするその戦いも著書になっています。今画面に映るこの3号車と2号車、3号車は結婚の学校佐藤セルゲイビッチ、昨シーズンの2019年のチャンピオンドライバーです。このモテギのウィークはですね、予選は失敗をしてグリッドは後方に沈んだんですが、なんと第7戦も第8戦もこの佐藤選手が2連勝という形になりました。ランキングリーダーです。そして2番の真っ赤なカラーリングの中尾圭選手、昨日のレース2はクラッチトラブルでスタートできずという結果、ノーポイントに終わっています。このインディペンデントカップの争いもぜひ注目をしていただきたいと思います。さあ今オーベーションラップスタート5分前のボードが掲げられました。FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップラウンド9決勝のスタートグリッドを紹介していきましょう。さあまずはポールポジションは、さあ8区の8連勝なるか、 TJRDC-RS の平響、フロントローは地元の期待を押し抜けるヘルムの平木玲二、3番グリッドは昨日初ポディウムの小川壮太、4番グリッドは BJ レーシングの澤龍之介、5番グリッドは4代目チャレンジドライバーの伊藤黎明、6番グリッドは TGRDC の野中聖太、7番グリッドはメガプラスの太田角之進、8番グリッドは A チームバズの陣聖也、9番グリッドはルーニースポーツ岩沢優吾、10番グリッドトモスユースの古谷優雅、11番グリッドはサムライサポーターズ堀尾風磨、12番グリッド TGRDC のルーキー奥住自衛、13番グリッド同じく TGRDC ルーキーの清水英二郎、14番グリッドはアキランドの浦田裕樹、15番グリッドはメディアドゥから塚田海斗、16番グリッドは10年ぶりにモテギに帰ってきましたリエゾンの土屋裕介、17番グリッドはエースライン、過去ではモテギで活躍中の藤原大輝、18番グリッドはサクセスの中村義明、19番グリッドはインディペンデントポールポジションからスタートする結婚の学校佐藤セルゲビッチ、20番グリッドは TCS レーシングの中尾圭司、21番グリッド CS マーケティングの斉藤真紀夫、21番グリッドは三笠野の息子 A チームバズのマックスサロン、23番グリッドはドクタードライ大阪八郎、24番グリッドベガプラス小出俊、25番グリッド A チームバズから菊池博隆、26番グリッドは BJ レーシング碇、27番グリッドは前線出場の SR 優吾、28番グリッドアドビクスムータの堀田誠、29番グリッドは大和通称から大山正義、30番グリッドスーパージェントルマンザップスピード吉田元義、31番グリッドは仙台デイドリーム佐々木雄一、32番グリッドはレース1でドライブシャフトが折れて最高尾スタートになりましたザップスピードスカラシップ荒川インという 32名ということになりました。さて今グリッド紹介しましたが、23番の優吾選手のマシンがグリッドにいないようです。何かしらのトラブルで今グリッドが空いている状況になりまして、予定では27番グリッドですね、27番グリッドが空いている状況で、32台のマシンによる13周の決勝レースということになります。そして現在のトラックコンディションでありますけれども、気温がすでに 18.6 度、路面温度が 19.2 度、まもなく2分ほどで9時になるこの時間帯ですけれども、非常に気温が朝から上昇中、いいお天気の中
まもなくこのダミーグレッド離れていきます。昨日に続きいい天気に包まれた秋晴れの中、 FI4 ジャパニーズチャンピオンシップのラウンド9ということになります。昨日の2レースとも抜群のスタートを決めた平響、この快進撃はこのラウンド9まで続いていくんでしょうか。そして昨日ロケットスタートを決めた小川壮太、そして伊藤黎明、さらにはスタート定評がある野中聖太、ロケットスタート決められるか。今フォーメーションラップスタート1分前のボードが掲げられまして、各馬身エンジンに火が入ります。もちろん各ドライバーの闘争心にも火が入るはず。FI4 ウルゾートサウンドがこのチェーンリンクの出来に響き渡ります。32台のマシンがこう並ぶと壮観ですよね。色とり鮮やかなマシン、まもなくフォーメーションアップへと入っていきます。あるいは30分の時間ですということになります。まず各車ダミーグリッド離れますと、右に旋回していくターン1ターン2ですね、これ1コーナー2コーナーという2つのコーナーなんですが、これは1つのコーナーとして考えてライン取りをしていきます。そして2コーナーを立ち上がって短いストレートを挟んで、今度は左に旋回していくターン3ターン4ということになります。4コーナー出口までがセクター1という区間、そして4コーナーから5コーナーは少し下ったストレート、ここからはセクター2に入っていきます。そして右に旋回しているターン5、ここまでがインフィールド区間でストップアンドゴーを繰り返していく、加速減速コーナリングを繰り返すチェーンリンクモテギ名物のストップアンドゴーのインフィールド、そしてファーサンダーブリッジを抜けますと高速セッションですね、セクター2 5コーナー 130R、 さらにはこの上り勾配の S 字左右に切り返していきます。S 字の出口までがセクター2の区間です。そしてそれから先はセクター3、セクター3のファーストコーナーは V 字、上空から見ると V 字コーナー、 V 字型に見えることからその名の通りですよね、 V 字、少し短いストレートを挟んでグランドサンドから見ると一番右手奥のコーナーにあるのがヘアピンです。180度旋回をするこの脱出スピードによって急速コーナーのオーバーテイク、非常に重要なポイントになります。ヘアピンを立ち上がると762mあるモテギ名物のロングストレート、チェーンリンクモテギの看板から一気に 30m 駆け下って、このチェーンリンクモテギ最大のパッシングポイントになる90度コーナー、ここでは数々の名シーンが生まれた場所でもあります。そしてオーバルのセカンドワンダブルジトンネルを抜けてファイナルセクターはビクトリーコーナーです。左右に旋回をして立ち上がってメインストレートと。さあ早々一周のフォーメーションアップを終えまして各マシンが戻ってまいりました。今回もこのチェーンリンクモテギ3レース目、平響がコールシッターで帰ってくる、今その位置にグリッドロックオン、再び昨日のレース同様にホールショットを奪うのか、それを阻止するか横の平木礼二。昨日のレースでは小川壮太抜群のロケットスタート2番手をゲットした、小川壮太は3番グリッド、伊藤黎明も昨日のレース1ではいいスタートを見せました。そして何よりロケットスタート定評がある野中聖太は6番グリッド、僕は2つ列先を見ています、そんなことを、ね、話してますが、ロケット
ベルタフットマシン、そして後方インディペンデントのフロントロー佐藤セルグビッチ、ナコテージの今グリッドロックオン完了です。昨日は2レースともにセーフティーカーが入る波乱のレースになりました。チェーンリンクモテキで行われる FIF4 ジャパネチャンピオンシップレース3ラウンド9です。後方しんがりのマシンが今全車整列準備は整いました。今後方のオフィシャルによりましてグリーンフラッグが出ました。 FIF4 ジャパニーズチャンピオンシップラウンド9シグナルが今オーレットになりましてブラックアウト今スタートが出ました。あーまた開き遅れた、開き遅れた、平田がいいスタート、その横をサーリーの隙がスースーと前に出る。平田がホールショット2番手には小川壮太が上がった。小川壮太2番手いいスタート、開きレイジは飲み込まれていく。トップ平田2番手小川、3番手沢龍之介、4番手は伊藤黎明、あーそしてなんと佐藤セルゲービッチ、中尾啓司、インディペンデントのフロントローがまさかの接触。さあトップ4コーナーから5コーナーに向かっていく平田がいいスタート。そして小川壮太も昨日の再現からの2番手に上がりました。平田、小川、沢、そして後ろはサイドバイサイド野中と伊藤黎明、伊藤黎明対野中聖太、5コーナーから130ヤードに向かっていく。伊藤黎明はなんと4番手死守している。しかし国会手つなぎトップ平響き、三度抜群のスタートを決めたオールショット。そして平響きとは裏腹に平木玲二は飲み込まれて今ここどこですか、7番手あたり。あそして佐藤と中尾はリスタートしましたが佐藤はダメだ。佐藤セレベビッチランキングリーダー、茂木昨日2勝を飾った佐藤セレベビッチ、ここでリタイアということになるんでしょうか。さあ後ろもさまざまバトルを展開するヘアピン、そしてトップオープングラップ今ダンヒルスレートが入っていきます。さあまたセーフティーカー、三度セーフティーカー、 V 字で1台止まったか。オフィシャルから、あー92番です、92、浦田祐希止めたマシン。今日のレースもオープニングラップから波乱 SC が入りました。セーフティーカー導入です。リプレイです。 V 字で何が起こったか、あー追突されましたか。土屋祐介ですかね、土屋祐介がどうやら浦田を押し出してしまったようです。これによってセーフティーカーということになりました。昨日の2レースともにセーフティーカーありましたがこのレースもセーフティーカーということになる。さあリプレイです。平良が抜群のロケットスタート、そして後ろの小川壮太もいいスタートを切りまして昨日の第8戦を見ているようなそんないいスタート。さあ龍之介もいいスタート、あ後ろで1コーナーで、あー中尾が佐藤を押し出したような形ですかね。インディペンデントのフロントローの2人まさかの接触。上空から見てもやはり開きの動きが遅い、右からは沢が、左からは伊藤が開きをオーバーテイクする1コーナーでした。オープニングから波乱の幕開け。あこれは佐藤選手なんですが、あこれラジエーターの液体が漏れてるのか。横から中尾に追突をされましてラジエーターの水でしょうかね。もしかするとこの処理に時間がかかるかもわかりません。ここで順位をお伝えしておきましょう。トップは35番の平響き、2番手は77番の小川壮太、3番手97番の沢龍之介、4番手は80番の伊藤黎明、5番手36番の野中聖太、6番手7番の太田角之進、7番手62番の平木玲二、8番手31番の陣聖也、9番手38番の奥住自衛、10番手28番の古谷優雅となっています。そしてインディペンデントなんですがフロントローの2人がアクシデントということになりまして
96番の斉藤真京がインディペンデントトップ、2番手98番の碇、3番手4番の佐々木優秀トップ3となっているようです。平響は抜群のスタート、一方ライバルの平井玲治はスタート失敗7番手。先ほどお伝えしたように今日のこのレース、ご覧のようにこのポジションでいきますと、平が 202.5 ポイント、平木が 125.5、 差が広がって、このポジションですと平響のチャンピオンが決まるということになります。平が優勝した場合、平木が6位以下になりますと、最終ラウンド待たずして平のチャンピオン決定ということになります。今平木は7位ですから、2つ通したので5位に入らないと平のチャンピオンを阻止することができないということになります。昨日の2レースとも平はホールショットを奪ってから誰一人と先行を許すことなくホールトゥフィニッシュを決めている。このレースもその可能性は十分にあります。佐藤セルゲイビッチはマシンを止めている。昨日は後ろのグリッドから飛び出し、そして2連勝を飾った佐藤セルゲイビッチなんですが、ライバルの中尾に追突をされて、中尾の方はダメージは大丈夫ですかね。隊列の一番後ろにつきました中尾啓司。周回はこれで3周目に入ります。13周もしくは30分の時間です。3周目の周回に入っています。小川壮太も伊藤黎明も野中聖太もいいスタートを見せたんですが、フロントロー平木玲治3度目の正直はなりませんでした。そして92番の浦田が今 V 字コーナーから再スタートを切ったようです。今セーフティーカー隊列は4コーナーから5コーナーに向かうところ。昨日のレースオンである第7戦は2回のセーフティーカー、レース2である第8戦は1度のセーフティーカー、そしてこの第9戦レースリーもこの序盤から SC セーフティーカー導入という形になりました。波乱の幕開け。さあ各選手はタイヤが冷えないようにウェービングを繰り返します。今回は3連戦ということで、予選決勝3つの走行を通して2セットというねタイヤレギュレーションがあるんですが、おそらく全車ともに予選でニュー1セット、3レースあるどこかの1レースで1セットというところで、昨日の2レースですでにおそらくニューは使い切っていると思いますので、おそらく前者は予選で履いた優勝のタイヤでの、レースということになるとは思うんですが、さあ今セーフティーカーランプ消えました。セーフティーカーのフラッシュランプ消えましたので、次の4周目からいよいよもってリスタートということになります。リーダーは35番の平響、昨日悲願の初ポディウムを獲得した小川壮太、その後ろには昨日はいいレースを見せたんですが、なかなかポディウムには立てない空龍之介、昨年の鈴鹿スーパー FJ チャンピオンです。そして伊藤黎明は昨年ツインリンクモテキのスーパー FJ のランキング2位のランカーなんですが、昨日は3位走行中に SC 明けでレース1でしたよね。スピンを禁止しまして残念な結果に終わりました。初ポディウムに期待がかかる。さあ各社ビクトリーコーナーを立ち上がりまして、平響がリーディング、小川、沢、伊藤、野中、このようなオーダーで今いよいよもってグリーンフラッグリスタート、4周目ということになります。さあ後ろから後続のマシンたち続々と1コーナー2コーナー入っていきますが、今37番の清水栄次郎が堀尾風磨をオーバーテイクしたでしょうかね。そんなシーンもありました。現在トップは3コーナーから4コーナーへ
特にリスタート大きな混乱はありませんでした。大きな混乱はありません。トップは4コーナーから5コーナーへ、平響 SC リスタート全くものともせずに危なくのないリスタート。開きはこの位置、開きは現在まだ7番手、ポジションを上げられずにいる。なんとしてでも前の太田、さらには野中を捉える必要があります。この FI4 は短いスプリントレース13周しかありません。連勝街道、連勝街道を進んでいる平響、この第9戦も隊列をリーディングしていきます。さあこの平木礼二ですけれども、まずは前の太田のシーンを捉えていく必要がある。それほど時間は多くありません。ただ平木はダウンヒルストレートへの突っ込みどうでしょうか。太田のスリップから前に出られるか、しかしここは出られない距離感。ピストコーナーから最終ビクトリーコーナーに入っていきます。トップがグランドスタンド前に戻ってきます。平と2番手小川のギャップが少し広がったか。そして平木はメインストレートから1コーナー、太田のイン側入っていく、入っていった、入っていく、並んでいる。両足をねじ込んで平木礼二、まずは太田格之進を捉えました。これで6番手早々料理、太田格之進を捉えました平木礼二。いやこのオーバーテイクは大きい。ただ前には TGR の野中聖太がいます。少しギャップがあります。トップの平は小川とのギャップはコントロールライン上では1秒1広げている。まあ、平木は大型を捉えて前に出ましたが、後ろは数珠つなぎ、かわされた太田は食い下がっている状況。その後ろには人生や昨日の第8戦は3位フィニッシュをしたんですが、危険行為のペナルティを受けまして40秒加算でポディウムを剥奪する形になりました。その悔しさを飲み込んで人生や今太田の後ろ、さらにはその後ろからは奥住自衛、日本で活躍するドライバーになってほしい、そんな思いから自衛というジャパンの自衛と今前で命名されたという話を聞きました。奥住自衛ルーキー1年目陣の後ろ2人取り付いている。そんなバトルを尻目に、さあ会長を飛ばしているのは沖縄出身平響、2番手小川との差をさらに広げて90度、勝てば8区の8連勝。昨年佐藤蓮が記録したその8連勝を並びたい、そんな思いを昨日は語っています。その平がさらに2番手との差を広げて帰ってきました。コントロールラインでは1秒4の差を持ってコントロールラインを通過、5周終了6周目。平木は現在6番手ですと平のチャンピオンが決まるということになります。今のポジションですと平が 202.5、 平木が 127.5 になります。さあ折り返しまもなく迎えるところ、後ろでもバトルが、そして今仁誠也ですか、仁誠也が太田格之進をズバッと5コーナー捉えていきました。昨日の悔しさをぶつける走り、まだやり合っている。また太田が前に出ましたか。太田格之進、仁誠也、奥住自衛、さらには岩佐優吾も加わっての四つどもえ。さあ陣が、あっと当たったか、奥住自衛とサイドバイサイド、そして奥住が類似少しはみ出した。太田のシーン、人生や、さらにはルーニースポーツの
岩沢優吾がエアピンの突っ込みで奥泉の前に出たようです。岩沢優吾は昨年の茂木のスーパー FJ チャンピオンです。若き18歳。ここは7番手争いということになります。90度。そしてトップは今最終ピトリコーナーを立ち上がって帰ってくる。これで6周を完了します。平、小川、沢、伊藤、野中、平木、太田、陣、岩沢、奥住、そして古谷、このようなオーダーで6周完了。7周目。そして今日は最後尾スタートを余儀なくされた荒川凛も追い上げのレースということで、現在は19番手で帰ってきました。そしてイタリが現在インディペンデントトップ、昨日の2レースは散々なレース、2レースとも接触に伴うリタイアということで、予選では一発の速さを持ちましてポールを取ったんですが、2レースともにですね、接触リタイアという形になりました。ランキングリーダーの佐藤セレグビッチが消えた中、碇が現在トップ、そしてその中尾啓司と佐藤が接触をした1コーナーでありましたが、中尾啓司はまだ残っています。5コーナーから安田に向かうところ、ここはインディペンデントのバトル、斉藤真希夫と佐々木雄一、さらには堀田誠、ここはインディペンデントの2位争いということになります。斉藤真希夫は現在ランキング2位、今シーズンは2勝を挙げています。佐々木雄一は昨日のレース第8戦ではポディウム、そして堀田誠は2レースともに接触を伴うリタイアとなっています。インディペンデントのバトル、2位争いはヘアピンからダウンヒルストレートへ。ですからトップの碇はこの混乱を抜け出してトップ快走中ということになります。そしてトップが帰ってくる、平響、2番手の小川壮太のギャップは1秒575、アベレージも1分58秒の中盤をキープしながら、いいペースでアベレージを作っていく。上位がやや等間隔になっています。トップは平、2番手に小川、3番手沢、4番手には伊藤、野中、そして平はどうでしょう。まずはこの前の野中聖太を捉える必要がある。コントロールライン上では野中平木のギャップはコンマ9です。ペース的には若干野中よりも平木の方が少し上回っている状況。しかし現在周回数は8周目ですから、それほど周回数多くありません。そして、タイムを見ますと平小川のトップ2番手のギャップは1秒5なんですが、先ほどの周回は小川翔太がファーストを出したようです。タイムは1分58秒の547。そして野中平木のギャップはセクター2ではこんなこの差です。この前の野中の前に出ないことには平木のチャンピオンを止めることはできない。平のチャンピオンを止めることはできない、そんな思いを裏腹に回想を続ける平響。ただ間もなくこの伊藤、野中、平木は3パックになるような感じで V 字ビクトリーコーナーに入っていきます。トップ戻ってきまして、これで8周を完了。9周目の周回に入ります。野中と平木のギャップはコンマ4です。コンマ4、ペースの方は平木の方がいい。野中のギャップを詰めた平木0時、現在9周目、残りは5周しかない。この5周の中で平木0時
野中聖太を捉えることができるのか。この地元をホームとしているヘルムモータースポーツ平木礼二、兄雄也も見つめる中で、そしてこの地元のファン一心に受ける。今シーズンは5年目を数える FF4 平木礼二、2016年から参戦をしています。ルボーセルボーセ茨城トゥーペット、去年はメディアデュー、苦労の4年、そして兄と一緒に作ったこのヘルムモータースポーツ、開幕戦は初優勝、新しい船出になりました。船出という名のヘルム、さらに大きな波に乗って前に行くにはこの前の野中を取れる必要がある。さあヘアピンでぐっと前を詰めてくる平木礼二、チャンピオンを阻止できるか。一方の平は全く問題のない危なげない走り、小川壮太ファーストスター更新していますけれども、平小川の1番2番はつかず離れず、最終ビクトリーコーナー立ち上がってきます。これで吸収を完了。あ、そして2番に対してドライブスルー、これ中尾啓司ですね。先ほど佐藤セルゲビチとの接触によるペナルティということで、ここで中尾啓司に対しましてドライブスルーペナルティが出されました。周回数は10周目、そしてまた小川壮太がファーストセット、小川壮太ファーストセット連発、そして3パックになっている4位争い、伊藤、野中、平木、平木はまだ野中を抜けずにいる。ただ少し前を詰めて平木礼二、マシンをイン側プレッシャーをかける。野中聖太、この TGR2 シーズン目、まだ優勝はありませんけども実力があるドライバーです。逆に今度は野中聖太が伊藤黎明を食うかどうか、ヘアピンの進入、インに入るか、伊藤はブロックライン、ここはなんとか伊藤黎明阻止します。伊藤も4位でゴールすればベストリザルト、そして開きが V 字入る、キワキワのところ野中を抑えました。ただ隙あらばという形、ノーゾネジカム62号車ルボーセの唯一の意思を受け継ぐ6人の絶景を身にまとうの平木礼二。三つの萌えの与野生は男優スレート、スリップに入る距離感ではないか。さらにその後ろでも太田、陣あたりがバトル勃発。さあトップ帰ってきて、これで10周を完了します。野中、開きのバトルもコントロールラインを通過、その後ろは太田、陣、さらには久住、ジエも加わる三つどもえの7位争い、いよいよもって残り3周です。残り3周を切りました。さあ平木礼二、このポジションだと平のチャンピオンが決まってしまう。平がトップでゴール25ポイント、平木6位ですと8点ですから、その差が75なんですよね。もう最終、さあそして S 字の1つ目、野中聖太が伊藤を捉えた。ここで伊藤がポジションを落とす。さあポジションを落としたこの伊藤を開き捉えることができるのか、しびれる展開です。 FIF4 は次に今月末の富士スピードウェイ、残り3レースを残すだけ、75点の差が平と開きについてしまうと、今日この場所で
カへのチャンピオンが決定ということになる。ですからこの伊藤を捉えて前に出る必要がある。さあ並んだ並んだ、渾身の走り、寺木礼二ブレーキング、意地を持ってブレーキング90度。今開きが前に出ました。これで5番手に上がった。開きで15番手、なんとか平のチャンピオンを阻止できる。5位に入ってきた。渾身の走り、トップは今コントロールラインを通過をしていく。残り2周、ヘルムモータースポーツ開きレイジ伊藤黎明を捉えまして5番手、これでチャンピオンを阻止するポジションに入ってきました。このままのポジション、平は 202.5、 平木は 129.5 になりますから阻止できるということになります。さあ平響は勢いとどまることを知らずに、先ほどは1分58秒492でファーストセット。中尾啓司はこれドライブスルーペナルティを受けます。さあ一気に平響勢いを持ってペースを上げてくる。平啓司は5番手、このポジションでチェッカーを受ければチャンピオン決定は最終ラウンド富士スピードウェイに持ち越しになります。インディペンデント、トップは碇監督、5コーナーへと入っていきます。5コーナーから130ある、残り2周を切りました。トップの平、この終盤にファーストセットを更新、勝てばモテギラウンドはパーフェクトウィン、そして佐藤蓮の昨年の記録8連勝に並ぶ。今トップ平は最終コーナー立ち上がってくる。このモテギでもさらに強くなった平響、今トップでいよいよファイナルイン。昨日のコメントでもさらに集中力と精神力が身についたという話。第2戦から快進撃、その理由はメンタルの強さ、片岡監督もそう話している。メカニックへのフィードバック、乗りやすいセットアップ、そんな能力も身につけた。幼稚園からカートを始めた沖縄県出身、中3ではポルトガル、高1ではイタリア選手権、音楽一家に生まれた平響。この響という奏でるというこの名前は16歳年上のお兄さん、ベース奏者のお兄さんが命名をしたそうです。趣味がピアノ、ドラム、三振、音楽一家に育った平響、この全日本モテギでは素晴らしい走りを奏でています。その平響、快進撃はまだ続いていく。新たなニューヒーロー、2020年シーズン、昨年は佐藤蓮が圧勝のシーズンでしたが、打って変わって今シーズンはこの平響になります。トップ快走、小川壮太の追い上げもここまで。でも小川壮太も昨日に続く連続ポディウム間もなく。トップの平響は今ダウンヒルステートを駆け抜けていく。小川壮太を従えて快走を続ける平響、単独90度。セカンドのダブル1から TGRBC の赤星のクラリネのシーンが鮮やかに見えてくる。今最終ビクトリーコーナーを立ち上がってきました。 FI4 ジャパニーズチャンピオンシップモテギラウンド第7、第8に続く圧勝劇、平劇場見事に達成、パーフェクトイン。小川壮太は2戦連続ポディウム、澤龍之介は初のポディウム3位、野中聖太は4位、そして開き5位に入って、なんとか平のチャンピオンを阻止する形になりました。6位伊藤黎明、7位人生や、8位大戸角野心、9位奥住千恵、10位長田優吾、続々とチェックを受けていく。そしてインディペンデント碇、昨日の2レースはリタイアに終わった、苦汁を飲めた碇が
事なインディペンデント優勝を飾りました。イタリア今シーズン初優勝。ライバルが脱落をする中でイカリ自らの走りを力に変えて圧勝です。佐藤中尾がクラッシュ接触をする中でイカリは見事に優勝。そして何よりこのドライバー平響き大きな声援を送ってあげてください。チャンピオン決定こそ次戦の富士ラウンドに持ち越しになりましたが、子供的でもポールトゥウィン3つ、そしてフルマーク、さらには第2戦から続く連勝街道はその勝率を8に伸ばす形。見事なレースでした。いやー素晴らしいですね。この茂木木曜日からウィーク始まったわけですけれども、木金の練習でもトップタイムをマーク、予選でも見事にライバルの平木礼二に対して先頭の6分というわずかな差でありましたが、トップタイムをマークをする。そして全てのレースポールトゥウィン、まさにパーフェクト圧勝劇です。将来的には世界に通用するドライバーになりたい、そんな話もしてくれています。オーバーオール、そしてインディペンデントポディウムを獲得した各マシンがグランドンソンの前へ帰ってきました。 TGRDC 平響きガッツポーズ。この茂木で3度目のガッツポーズ、いやー素晴らしいです。今指で8ってやってますね。これ8連勝という意味だと思いますが、そして碇選手今マシンから降りました。今抱擁し合うのはライバルであるドライバーです。斉藤選手でしたかね。碇選手今シーズン初優勝です。改めて順位をおさらいしておきましょう。平響き見事に優勝を飾って8連勝、2番手は小川颯太2戦連続ポディウム、3位は曽我龍之介おそらく初ポディウムです、4位は野中聖太、5位平木礼二、なんとか5位以内に入って平のチャンピオン阻止、6位伊藤黎明、7位陣誠也、8位大塚楽信、9位奥住自衛、10位は岩佐英吾の得点です。11位古谷優雅、12位堀尾風磨、13位小出俊、14位清水栄二郎、15位塚田海人、16位菊池博隆、17位荒川凛、18位は土屋雄介、19位藤原大輝、20位は中村義明トップ20です。以下マックス・サロ、そして碇がインディペンデントの優勝。インディペンデント2位は斉藤真希夫、インディペンデント3位は佐々木雄一、インディペンデント4位堀田誠、インディペンデント5位大阪八郎、6位は吉田元義、7位大山正義、8位は中尾圭司という結果に終わっています。さあこの後は準備整い次第グランドスタンド開花に見える特設のポディウムからオーバーオール、そしてインディペンデントカップそれぞれのですね表彰式ということになります。
さあそして FIA F4 ジャパニーズチャンピオンシップの次戦は最終富士ラウンド第10戦から12戦は今月末の11月28、29日に富士スピードウェイにてスーパー GT のサポートレースとして開催されます。ぜひ注目してください。実況はレースアナウンサー木原健二がお伝えをさせていただきました。この後はどうぞ表彰式お楽しみください。それではただいまより 2020FIA F4 選手権第9戦暫定表彰式を行います。今大会では新型コロナウイルス感染拡大防止策としてプレゼンターレースクイーンの登壇によるトロフィーの授与シャンパンファイトは割愛をさせていただき、選手はマスクを、関係者はマスクかフェイスシールドを着用してソーシャルディスタンスに配慮して表彰式を行います。ご了承ください。なお表彰式をご覧になる皆様もソーシャルディスタンスをご配慮くださいますようお願いいたします。それでは初めにジェントルマンドライバーや女性ドライバーたちの健闘を称えるインディペンデントカップの表彰を行います。インディペンデントカップは総合順位とは別にポイントが与えられ年間ランキングを争うことになります。それでは入賞の3選手お呼びしていきましょう。2020 FIA F4 選手権第9戦インディペンデントカップ見事優勝はカーナンバー98 BJ レーシング F110 イカリ選手、どうぞお越しください。おめでとうございます。一番高いところへ。続いて第2位です。カーナンバー96 CS マーケティングアキランド斉藤真希夫選手、どうぞお越しください。おめでとうございます。そして第3位です。カーナンバー4仙台デイドリーム F110 佐々木雄一選手、どうぞお越しください。おめでとうございます。ではまずは入賞されました3選手にトロフィーが贈られます。ではドライバーの皆さん、トロフィーを手に持っていただきまして、はい、フォトセッション行きたいと思います。正面のプレスの皆さん、そしてファンの皆さんの方にいい笑顔をお願いいたします。そして皆さんはどうぞ大きな拍手をお送りください。はい、よろしいでしょうか。ありがとうございます。では一旦置いていただきまして、続いて特別賞です。ご講演いただいております茂木町より山あいの清らかな水で丹精込めて育てられた棚田米が優勝されました碇選手に贈られます。では碇選手、ボードの方をお持ちいただきまして、はい、お一方でになりますがフォトセッション今一度お願いいたします。喜びを爆発させていらっしゃいます。ありがとうございました。では改めましてポディウムの3選手に大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。以上をもちまして 2020FIA F4 選手権第9戦インディペンデントカップ暫定表彰式を終了いたします。ありがとうございました。引き続きこの後は準備が整い次第総合順位の表彰に移ります。しばらくお待ちください。
でこの後ですね、引き続き総合順位の表彰が行われますが、ご覧になっている皆様恐れ入りますけれども、ご自身のお席の方でご覧いただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。お待たせいたしました。続きまして 2020FIA F4 選手権第9戦総合順位の暫定表彰式を行います。さあ、それでは入賞の3選手お呼びしてまいります。 2020FIA F4 選手権第9戦見事優勝で飾りましたのは、カーナンバー35 TGRDC-RS トムススピリット F4 平響選手、どうぞ。今よっしゃーという声がですね、私の耳元で聞こえましたよ。続いて第2位です。カーナンバー77、ウォームテックスキルスピード、小川聡太選手、どうぞ。おめでとうございます。そして第3位です。カーナンバー97、BJ レーシングスカラシップ JSS、澤龍之介選手、どうぞ。おめでとうございます。それでは、初めに入賞しました3選手にトロフィーが贈られます。ではドライバーの皆さん、トロフィーを持っていただきまして、正面のプレスの皆さん、そしてファンの皆さんの方にいい笑顔をお願いいたします。そしてどうぞ皆さん大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。では一旦置いていただきまして、続いて特別賞です。ご講演いただいております茂木町より棚田舞が優勝されました平響選手に贈られます。では今一度フォトセッションです。はい、ありがとうございます。それではどうぞ皆様、ポディウムの3選手今一度大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。ありがとうございました。以上をもちまして 2020FIA F4 選手権第9戦暫定表彰式を終了いたします。ドライバーの皆さん、ありがとうございました。どうぞご登壇ください。